物語の舞台となる潜水艦スコーピオン渚にては1957年にネビル・シュートによって書かれた小説である。1959年にスタンリー・クレーマー監督グレゴリー・ペック主演で映画化された。2000年にはテレビドラマ化された。時は1964年。第3次世界大戦が勃発し核爆弾の一種である。 コバルト爆弾の後方射線暴露で北半球の人々の大半は死滅した。深海で先行中だったために生き残ったアメリカ海軍の厳選スコーピオン号は放射線汚染が比較的軽微で南半球に位置するオーストラリアのメルボルゲに逃げ込む。そこでは戦争の被害を受けず多くの市民が日常を送っていたが放射線汚染の脅威は徐々に忍び寄っていた。やがて アメリカのシアトル付近からモールス信号のような不可解な電波が発信されていることが判明する。生存者がいるのではないかと、スコーピオン号艦長でアメリカ海軍中佐ドワイトライオネルタワーズ、オーストラリア科学工業研究所研究員、ジョン・エス・オス・ボーン、オーストラリア海軍少佐ピーター・ホームズらは、スコーピオン号に乗り込み、その発信源と推定される、ワシントン州。 ピュージェットサウンドサンタマリア島のアメリカ海軍通信学校へ向かう。サンダーストローム注意が防護服を着用して調査するが生存者はおらず、実はロールカーテンに吊るされたコカ・コーラの空き瓶が風の力で電源を自動的に打検する仕組みによって断続的に電波を発信していたことが確認され、スコーピオン号は虚しくメルボルに帰還する。 汚染の難化が確認され、南半球の人類の滅亡も避けられないことが判明すると、多くの市民は南へ逃げ延びることによる延命を選択せず、配布される薬剤を用いて、自宅での安楽死を望み、覚悟して残りの人生を楽しむ。まもなく待機中の放射線量が上昇し、被爆した急性放射線症患者らが服薬し始め、徐々に町は錆びれてゆく。 ブリスベンのアメリカ海軍から前任者退任と兼任司令伝報を受けてアメリカ海軍艦隊司令長官に昇進したタワーズはオーストラリアで被爆するよりもアメリカ海軍軍人としての死を望み賛同する乗組委員と共にスコーピオン号をオーストラリアの領海外で自沈させることを選ぶのだった。映画では言及されていないが小説はアルバニアによる ナポリ爆撃をきっかけとするエジプト軍のソビエト、連邦成長距離爆撃機イル626型によるワシントンとロンドンへの爆撃を戦争の発端としており、執筆当時のスエズドーランが累推される。2000年のテレビドラマ版では、中華人民共和国による台湾封鎖を引き金に第三次世界大戦が勃発し、アメリカ合衆国からのメッセージは、 モールス信号ではなく文字化けした電子メールとされている。核兵器がもたらした放射性物質で被爆する人々については、放射線障害の描写や被爆の誤った認識も参見される。スコーピオン号は1957年1月31日に建造計画が発表され、1960年7月に収益した当時最新鋭の源泉だったが、 1968年5月22日の事故で喪失している。1959年にスタンリー・クレーマー監督、グレゴリー・ペック主演で映画化された。モノクロ作品。第17回ゴールデングローブ賞作曲賞と第14回英国アカデミー賞監督賞。日本でも第11回ブルーリボン賞外国作品賞を受賞した。様々な点が原作から 大幅に変更されたため、シュートには不評だった。本作品の公開後、日本では週刊誌などで第三次世界大戦の特集が組まれ、それらを原案に第3次世界大戦41時間の恐怖や世界大戦争など第3次世界大戦を題材とする作品が制作された。ありがとうございます。